冬季による過度なそして急激なこの変化というもの、これは容認できませんので、そうした動きがあるときには断固たる対応を取るという、これからも細かくですね、緊張感を持って動向をしっかりとこの見ていきたいと。鈴木財務大臣は円買い介入も辞さない考えを示し、市場を改めて牽制しました。外国為替市場の円相場は午後4時40分過ぎ、一時1ドル150円9銭と1990年8月以来32年ぶりの円安水準をさらに更新しました。